はい、皆さんこんにちは、ゲーマー側の梅です。ですね、今回は、僕のおすすめするですね、SNK プレイマーの、ドキドキ魔女審判、通称ドキ魔女、こちらをですね、強くちょっとおすすめしたいと思います。ですね、ドキマージョなんですけども、これはですね、Nintendo DS 用のですね、タッチアドベンチャーという、まあ、アドベンチャーゲームでして、ですね、まあ、要はなんだ、まあ、タッチでこうゲームを進めていくアドベンチャーゲームなんですけども、画面の中にですね、まあ、女の子がいっぱい出てくる、まあ、ぶっちゃけギャルゲーなんですが、まあ、その女の子をですね、これは魔女じゃないのかなみたいな感じでこうタッチしながらですね、こう女の子をいろいろとこう調べていくという、まあ、非常にこのある意味ゲーマー読者におすすめの、まあ、ぶっちゃけギャルゲーです。このゲームなかなかこうゲームの魅力がですね、もちろんこの絵は可愛いんですけども、実際のゲームがどんなものなのかってはなかなかこう紙面だけでは伝わりにくいということで、まあ、今回特別にですね、まあ、ロムをお借りして、まあ、実際どんなゲームなのか実際にプレイした映像を、これから皆さんにお見せしようと思ってますんで、まあ、まずは僕の、まあまあ、トークはこのぐらいしまして、まあ、まずはゲームの方の画面をぜひ見てください。それではどうぞ。やっつけさせてもらいます。スイッチ、いっけー、やっちゃう、ラジックミサイル、スイッチ、さっさとかかってきなさい、西村悪事。どうかしら、これね、行かないわよ。触らないでください。やめてください。
です。結局触りたいだけ？最低ね。これはすごいね、ちょっと。やめてください。やめてください。はい、まあこんな感じで、ちょっと思わず夢中になってしまいましたが。はい、ですね、こんな感じで、まあ、ドキマジョの方ですね、まあ、映像を見てもらった通りですね、まあ、どんなゲームか、まあ、分かってもらえたと思いますけども、DS の、まあ、このドキマジョなんですけども、なかなかですね、ギャルゲーしてるんですよ。例えば、こう、女の子の絵があった時にですね、こう、スクロールのテキストを消せたりとか、あと、ログって言って、この、まあ、テキストがね、巻き戻しで見れたりとか、なかなかこう、DS の場合にはですね、十分ギャルゲーしてますので、まあ、その、PC ですとか、PS2とかですね、その辺のまあ普通の据え置きのギャルゲーを遊んでた人にもですね、まあ、十分楽しめる作品になってんじゃないかと思いますんで、まあこれ映像を見て気になった方はぜひプレイしてみてください。では。